食事始め。囚人番号1240、手紙だ。え？この10年で初めてだな。お前も明日で仮釈放だ。待ってる人間がいるってことか。おやす。で、三代目、今日は一体何の緊急幹部会で？ですから緊急の議題があるそうだ。お前が？おい、てめえの裁量で幹部会とはどういう了見だ、錦山。直系組長の皆さんがいるこの場で三代目に伺います。東都銀行の貸金庫にあった組の金100億盗まれたってのは本当ですか？100億言うたらお前会長を初耳です。いやかましら。おい、今のが下手な作り話やったら縁故やすまん話やで。三代目、その情報どこからだ？関西五代目近江連合の寺田です。この件はしっかり裏取って話すつもりだった。ほんなら100億は？ああ。ふざけんな。搭乗会25,000、死に物狂いでかき集めた金や。100億言うたらどんだけの血流れてるか分かったんだか、おら。島野、てめえ誰に向かって口聞いてんだ。この件は東上会本部預かりにさせてもらう。今日はご苦労だった。おい待てや。そんなんで納得いくか。会長、三代目。会長、10年、お前のいない10年で東上会はすっかり変わった。お前を迎えに行くこともできん。錦山のこと、弓のこと、お前と会って話したいことが山ほどある。伝えなければならないことも。スターダストという店がある。その店のオーナーをしている和樹という男に会ってくれ。話は通しておく。風間慎太郎。
おう、ちょっと待て。ん？おお、やっぱりキリュウちゃんやったんか。真島の兄さん、ご無沙汰してます。この度出所してまいりました。お前がそろそろ出てくるらしいと聞いてな、こうしてここで張っとったんや。やっぱり俺の勘に狂いはなかったわ。どうして俺を？なーに、アホなこと抜かしとんねん。約束したやないか、お前を四六時中見張るってな。 そういえばそんなこともありましたね。それやというのに、お前と来たら殺しなんぞで10年も無所に入るよって。しゃあないから、俺もお前を追って無所に入ったろかと思ったくらい。まあええわ。ほな早速俺と喧嘩しようか。そう来るんじゃねえかと思ってましたが、悪いが兄さんとここで喧嘩をする理由がない。筋の通らない喧嘩はしないと前にも言ったはずです。理由ならある。何？昔のお前やったらさっきみたいに簡単に背後を取られることもなかったはずや。もし俺がその気やったら、お前は死んでたで。ご忠告痛み入るが、それがあんたと喧嘩する理由とどうつながるんだ。今のカムロ町はそんくらい危険ちゅうて、平和ボケしたアホンがのんきにぶらつく場所やない。せやから今のお前にこのカムロ町に足を踏み入れる資格があるかどうか俺が試したる言うとんねん。俺がその平和ボケしたアホだと？おう、そうちゃうっちゅんやったらガタガタ言うとらんねん。力で証明してみせろや。いいだろう、ならばその挑戦受けて立つ。これで分かったやろ、自分がこの10年でどんだけ鈍ってしもうたか。馬力もないテクニックもない、どこにでもおる人目明けのしがないチンペラ。それが今のお前や。そないな弱さで生き残れるほど今のカムロ町はあまないで。くそ。せやけど変わっとらんもんが一つだけある。
その名や。何？お前の名はまだ光を失うとらん。お前は必ず昔のように、いや昔以上にごっつい男になれる器や。兄さん、ええか、お前がこの街を歩く限り、俺はいつでもどこでもお前を見張っとる。突然喧嘩売られて死にたなかったら、死ぬ気で昔のお前を、堂島の竜を取り戻してみるや。分かった、俺もこのままじゃ終われねえ。あんたを踏み台にして必ず這い上がってみせよう。ほな期待しとるで、キリュウちゃん。見かけねえ面だが、何してんだ。お前に関係ないだろ。あるんだよ、それが。おっさんさ、どう見ても普通じゃねえよな。何探り入れに来たんだ。田村ってやつを探してんだ。はあ？田村ってあの情報屋みてえなやつか。さあな、探せばいるんじゃねえのか。そうか、じゃあ用はない。じゃあ、ちょっと待てよ、おっさん。なんで田村探してんだよ。ますます怪しいね。ちょっと顔貸してもらうぜ。嫌だと言ったら。じゃあ仕方ねえな、ちょっと痛い目にやってもらうぜ。あんた何者なんだ。知らない方が身のため。お前の方こそ何やってんだ。俺はこの辺の仕切りやってる親分さんから見張り頼まれてんだよ。今日は殺人事件もあったし、怪しい奴がいたら片っ端から声かけろって。そうなんか。まあいい、ならお前この辺の情報屋の一人や二人知ってんだろ。ええ、まあ今この辺で有名なやつは青木って記者だよ。劇場前の広場に今日もいた。分かった、お前も下手な真似すんじゃねえぞ。はい。
おお、おい、お前、青木か？ん？あ、桐生さんですか？道島組の？そうだ、覚えていてくれたか。実は久しぶりに町に帰ってきてな。お勤めご苦労様でした。10年、長かったですね。お前、俺が無所に入ったのを知ってたのか？そりゃ、当時この町にいた奴らは全員知ってますよ。堂島の竜が親殺したってね。一時はその噂で持ちきりでしたよ。そうだったのか。ところで、田村の奴はどこに行っちまったんだ？いや、田村さんなら5年前にお亡くなりになりましたよ。え？田村さん、10年前のあの日から桐生さんの事件を追い続けてたんです。絶対に桐生さんは親を殺すような人じゃないって。記者でもないのに強引な聞き込みとか繰り返してました。まあ、情報を扱う者にとっちゃ当然でかいネタだったんですが、ちょっと田村さんは普通じゃなかったですね。それで5年前突然田村さんが町から消えたんです。そして1週間後、海からコンクリート詰めにされた遺体が上がった。多分知りすぎたんでしょう。そんなことが。ええ、俺も田村さんにはこの町のネタを多くもらっていたし、数年間はよく一緒に行動してたんで恩があったんです。それで田村さんの代わりにこの町のネタを集めてやろうって思いましてね。今じゃこうして記者兼情報屋になってるってわけです。で、桐生さん、何か情報が欲しいんじゃないですか？スターダスト？ああ、天下一通りのホストクラブのことですよ。ホストクラブ？ええ、10年前じゃ天下一通りにホストクラブなんてなかったでしょうが、今じゃ裏通りから表通りに進出してきてるんですよ。中でもスターダストは一番人気があるホストクラブなんじゃないですかね。そうなんだ。桐生さんが10年前に通ってたセレナのちょうど向かい側くらいに店はありますよ。行けばすぐに分かります。他に聞きたいことはありますか？セレナってまだあるのか？セレナですか？ありますよ。10年前と変わらない場所にね。でも今日は営業してませんね。ママのレーナはまだいるのか？ええ、ご健在ですよ。今じゃ馴染みの客が来る時だけ店開けてるみたいです。私も一度だけ田村さんに連れられて飲みに行かせてもらったんですが、いい店ですね。最近この街じゃ珍しくゆっくり酒が楽しめる店ですね。そういえばさっき仕入れの業者が出入りしてたんで、明日は営業するのかもしれません。時間があったら行ってみたらどうですか？他に聞きたいことはありますか？中道通りで何かあったのか？ああ、あの騒ぎですか。正確な情報は分かりませんが、東条会の幹部クラスが中道通りのビルの一室で殺されたらしいです。幹部？ええ、警察もあれだけ来るってことは相当な大物でしょうね。ぶっちゃけ10年前の事件を思い出しますよ。堂島さんが死んだ時もあんな感じでしたからね。誰が殺したんだ？いや、まだそこまでは。でも話によりゃ内部抗争なんじゃないかって言われてますよ。まあ、桐生さんがいなくなってからの登場会はいろいろ揉めてましたからね。他に聞きたいことはありますか？そうか、ありがとう、助かったよ。いえ、ああ、今後も田村さんほどじゃないですがネタは提供しますんで、いつでも来てください。
店に何か用があるんですかね。オーナーの和樹に用があるんだ。なんた、どこの組のやつだ。あ、島の組だろ。俺らは誰の世話にもならねえんだよ。何の話だ。俺は和樹を探してるだけだ。どの組の人間でもない。かげんなよ。俺一目見りゃ分かんだよ。どこどう見たって極道マンだろうが。何企んであがる。和樹さんに何しよってんだ。おいおい、別に俺はお前らと喧嘩するために来たんじゃねえんだよ。やめんなよ。これヤクザって言え、何でも片付くと思ってんじゃねえぞ。この町でもな、ヤクザの言いなりにならないで自分の力だけで一生懸命生きてる奴らもいるんだよ。少なくとも和樹さんはそうやってのし上がったんだ。てめえらヤクザにカズキさんの邪魔をさせねえ。だから俺はヤクザじゃねえって。人の話聞かねえやつだな。うるさい。俺はこの店命がけで守るんだ。やってやるぜ。何やってんだお前。すいません、和樹さん。このヤクザが。道島の桐生さんですか。はあ、失礼しました。風間さんから伺ってます。どうぞ中へ。俺のミスだ。本当に何てお詫びすればよいか。気にしないでくれ。それよりお前、風間のおやっさんとはどんな関係なんだ。ええ、ゆうや、外してくれるか。はい。
風間さんにはこの店開いた時から世話になってます。みかじめも取らず商売のいろはもわからない俺にいろいろ教えてくれたんです。今この店があるのもあの人のおかげです。そんな風間さんが先日店にいらっしゃったんです。大事な人を迎えたいからこの店を使わせてほしいって。なんか組の方には秘密ということで。そうだったのか。それで親さんは？先ほど連絡したんですが例の会長の件で身動きが取れないと。会長の件何があったのか？ええ、東条会三代目世良会長が殺されたんです。何？昨日の深夜のことです。犯人はまだわからないんですがニュースでもさっき。何が起きてるんだ？わかりません。ですが堂島組長が亡くなって10年、今じゃ同じ東条会の組同士が水面下で町の利権食い合いしてるんです。堂島組を引き継いだ直後の風間組は一時期大きな力を持ちました。他の組も手出しができないでいたんですが、数年前内部から裏切って風間組を割った人がいたんです。誰だ？それは。おら、オーナー出さんかい。すみません、騒がせちゃって。何とかして追い払いますから。島の組の連中です。みかじめ目的の嫌がらせです。ここは俺たちに任せてください。すみません、桐生さん。これはこれは、ようやくオーナーさんのお出ましですかい。島野さんのところの方ですね。まあね、うちらちょっと飲ませてもらおうと思っただけやねんけど、そこの兄ちゃんが帰れなんか言うもんやから。てめえら、みかじめせびりに来たんだろ。いいよ、今日は飲みに来ただけやから。嘘だ。酒飲ませろって言うとるだけやろが。すみません、大事な客人が来てるんです。今日のところはこれで。参ったな、ほんまそんなつもりはなかったんやけどね。和樹さん、何やってんすか。俺はやっぱり納得できません。そんなクソみてえな連中に金払うなんて。ゆうや。クソやと？おいこらガキ、今わしらんことクソ言うたんか。言葉が足らなかったぜ。クソイカだ。なめんなクソガキ。ゆうや。なんやお前は。カズキ、ゆうやってやつの言う通りだ。こんな奴らに金を渡す必要はねえよ。はい。ふざけとんのかお前ら。おい、店ごとぶっ潰せ。
思い出した。あんた道島の組長を殺して無所行ったこりゃ島野の親父に最高の土産ができたわ。キリさん、田中のおじいちゃん、シンジ、何やってんだこんなところで。島の組の縄張りじゃねえだろ。次はねえぞ。本当にお久しぶりです。ああ、出世したようだな、シンジ。出世っていうか、キリュウさん、さっきの続きなんですが、風間組を裏切って内部を割った人。ああ、錦山さんなんです。錦だと。関西の五代目近江連合の本部長寺田をバックに、錦山さんはずっと独立の算段してたんです。近江連合。兄貴、俺は今錦山組の射程頭なんです。どういうことなんだ。兄貴、錦のおじきはもう昔のあの人じゃなくなっちまったんです。だから風間のおやさんは心配して組の様子を見張るために俺を錦山組に送ったんです。信じ、おやさんは俺に話があると言っていた。すぐにでも会えないか。明日は本部で三代目の葬儀が。おやさんもその場を離れることはできません。それに100億の件もあって。何の話だ。東上会の金庫から100億抜かれていたそうなんです。緊急幹部会でその話が出た直後に三代目が殺されました。おやさん、明日は葬儀場にいるんだな。ええ、まさか行く気ですか。でもまた島の組の連中に見つかったら。和樹、言うだけ無駄なんだ、こういう時のこの人は。さすが風間さんが見込まれた方ですね。本当に助かりました。ありがとうございます。いやー、俺はすっきりしました。これでしばらくはうちの店も平和です。10年ぶりのシャバだったのに、早速こんな騒ぎに巻き込まれるなんて、さすが兄貴。バカ言え、俺は無所でもずっとおとなしくしてたんだ。喧嘩なんて本当に久々だ。本当ですか。兄貴から手出さなくても喧嘩売られたりしてたんじゃないですか。最初のうちはな。だが挑発に乗らずに無視しているうちに向こうが根負けしちまった。おかげで模範囚になり10年で仮出所だ。あの喧嘩っ早かった兄貴が10年間喧嘩ゼロと。まあそんなところも兄貴らしいですね。全然お変わりなくて安心しましたよ。変わってないか。あれ、どうかしました。実際ここに来る前、ある男から俺がこの10年ですっかり弱くなっちまったって言われてな。自分でも技の衰えを実感していたところだったんだ。そうですか。でも兄貴のことです。すぐに昔の感覚を思い出して10年前みたいにキレのある技を出せるようになりますよ。だといいんだがな。それで葬儀会場の件ですが、東上会の連中が大勢いますから、兄貴の正体がバレるとまずいことになります。正直何が起こるかわからないですから、できるだけの準備はしておいた方がいいですよ。もう準備はできましたか。わかりました。じゃあ少し明日のことを打ち合わせましょう。
本当ですか、柏木さん。何驚いてんだ。お前のここ最近の働きからしたら別におかしな話じゃないだろ。でもまさか俺が自分の組を持てるなんて。とはいえ、いきなり組持てって言っても手駒がいねえだろう。うちから腕利きのやつを何人か出すから、そいつらうまく使ってしのぎについて勉強しろ。柏木さん、ありがとうございます。礼なら風間の親父に言え。これはもともと親父が言い出したことなんだからな。親父さんが？親父もそれだけお前には期待してるってことだ。それに桐生のこともある。え、桐生がどうかしたんですか？あんなことになっちまったとはいえ、いつか桐生がシャバに出てくる日が来る。体裁上破門ということになっちゃいるが、絶縁じゃねえ。復帰の目もあるだろう。だが親殺しのあいつを風間組で引き取るわけにはいかん。だからお前が桐生の受け皿になってやれ。俺が桐生の？そうだ。戻ってきたあいつの面倒を見れるのはお前しかいない。お前が錦山組をでかくしてあいつを迎えてやれ。はい、俺桐生のためにも頑張ります。